中華航空204便墜落事故は1989年10月26日に発生した航空事故である。カレン空港発台湾東園国際空港行きだった中華航空204便が離陸直後に空港付近の山に激突した乗員乗客54人全員が死亡した。事故機のボーイング737から209は 1986年12月3日に初飛行を行い、およそ2週間後に中華航空へ納入された機体だった。204便はカレン空港から台湾東園国際空港へ向かう短距離便だった。204便は滑走路03から離陸し、右旋回を行うべき場所でパイロットは左旋回をした。機体が山に接近すると、 地表接近警報が作動したが、山との衝突を回避するには遅すぎ、機体は7000フィートの山に激突した。また、墜落地点の確認には12時間を要した。事故原因は、パイロットエラーとされた。コックピットクルーは、15年の飛行経験がある機長と、訓練生の副操縦士によって構成されていた。離陸前、パイロットはチェックリストを実行しなかった。 また、離陸後に、パイロットは誤った旋回を行い、飛行経路を逸脱したことにも気づかなかった。離陸後、204便は、左旋回を行ったが、これは滑走路21から離陸した場合の手順だった。そのため、204便は誤った方向へ向かい、山に激突した。ありがとうございます。